信しました。鳴らさないでくださいね。じゃね、切符切れよバカ野郎、この野郎バカでねえよ。だろお前りはよ、鳴らさないでくださいじゃねえ。ほらもうバター行っちゃった。受信しました。よくあんな交差点のところに堂々と置けるよね。あ、ちなみに今のクラクションはパフォーマンスですよ。パトカー来てるの分かったから。ああいうことしなきゃあいつら絶対言わねえから。マイクでよくさ、いろんな動画でさ、なんか来るわけですよ。なんかこんなことでクラクション鳴らしたかどうのこうのって言うけど、あの俺がクラクション鳴らしたけど全部これ動画用のパフォーマンスですからね。あのいつだかのさ、なんだかな、学芸大学 のタクシーじゃねえけどさ、全部カメラ意識してやってんだから。こっちはあのタクシーのだってさ、普通に喋ってると面白くねえじゃんねえ。もう今のもうバトが降りてくるの見えたから。てかあんな交差点に置いてんだからさ、パトカー降りてなんかやれよな。注意してください。まあ、交差点なんてまあもう法廷でダメなんだからさ、ね、まあめんどくせんだろうな。あらおまわりもさ、もう切符切っちゃえばいいんだ。あんな交差点内なんだからさ、お前もう交差点内で問答無用で切符切れんだから。だからな。